和歌山勝手に PR。 このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組であります。もう近畿のおまけとは言わせない。8月9日金曜日23時からの NHK ラジオ深夜便はいかがでしたでしょうか。紀州三大祭り粉川祭りをお送りしました。 まだ来ますわ。8月11日本日発売の月刊ラジオ深夜便に熊野親父3ページにわたって登場していますので、気になる方は本屋さんでご確認お願いいたします。さて今回は和歌山県田辺市港 JR 田辺駅前にある一品料理のまこさん、ワンコインランチ居酒屋まこさんであります。ワンコイン定食3つ選べてご飯と味噌汁付き、お昼も夜も税込み500円であります。まこさん夜は創業37年だと言います。そして昼のランチを始めて今年で19年目、開店したのが10月20日ということで、開店記念日にはランチにお土産をつけるとのことでありました。田辺では有名なワンコインランチ、お弁当も500円なので多くの人はお昼のランチを楽しんだ後、お土産にワンコイン弁当を買って帰ります。この日は熊野おばさんと2人で行きました。夜は飲み屋街になる通称親不孝通り、味小路であります。おっかなびっくりのれんをくぐったのですが、おばちゃんの愛想の良さに大感激でありました。何でも今は米不足、いつもは北海道産の七つ星を入荷していたのですが入荷困難となったので、今は夢ピリカを急遽入荷して営業されているということであります。米の値段が高騰していますが、それでも500円ランチは継続するとのことであります。手作り料理の大鉢がカウンターにずらりと並べられ、15種類以上の日替わりのおかずから選べる3品、ご飯、味噌汁、漬物がセットになった500円ランチ。この日は少し変わったオムそばならぬオムうどんを選んでみました。また麻婆豆腐、白身魚のフライも美味しかったのであります。熊野おばさんは高野豆腐とインゲンの卵とじ、茄子の油揚げ炒め物、きゅうりの酢の物を3品選んでいました。それではワンコインランチ居酒屋まこさん、ごゆっくりお楽しみください。駅前に来ております。田辺駅前でランチを取ってみたいと思います。こちら田辺駅であります。田辺駅の前に来ております。こちらの方熊野古道富士、ここを左折と書いております。行ってみましょう。こちらの方駐車場がありました。駐車場はこちらの方に止めるといいと思います。駐車場はこちらになります。で、田辺の駅前の交番の前を歩いています。じゃということで、こちら親不孝通りであります。親不孝通りを現在歩いています。こちらワンコインとあります。まこさん持ち帰りということで、ちょっと入ってみたいと思います。こちら一品料理まこさんであります。500円と書いておりますが、
それでは入ってみたいと思います。すいません、こんにちは。行けますか2人、はい、まだ大丈夫。何？美味しそうやな。ご伊藤さん、はい、ありがとうございます。おいくらかな。あ、ほんまにやつってあれやの。まだ来ますわ。はい、ありがとう。はい、はい、まだ来ます。ありがとう。ありがとうございます。ということで、こちら一品料理のマコさんであります。マコさん、味噌汁おかず3品で500円という破格の値段でありました。本当に頑張ってやっておられます。ありがとうございました。美味しかった。14時まで、居酒屋からやれるんや、多分。あの昼間はあの儲ける気ない、まあ、でたまにそう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 、ほいでまだ来てくれるよ、うん、なお酒飲んでくれたら、うん、儲かるよってな。ということで、さて土産物を買って帰るのであります。ということで本日はこちらのまこさん、一品料理のまこさんという居酒屋で食べることができました。ということで田辺駅前であります。いい田辺駅、本日はいい田辺駅こちらの方来ております。交番前であります。こちらの方いい田辺駅であります。田辺駅に本日は食事を取ったという動画となります。あ、大変美味しかったのでありますが、500円であります。今時500円ということで驚きの価格でありました。美味しかったということで、こちら市営駐輪場、市営駐車場であります。こちらの方は30分100円であります。基本料金は30分100円ということで、最初の30分は無料であります。さて100円で済むのか。こちらの方、こちらの駐車場、こちらの駐車場に車を止めて食事を取りました。100円でありました。よかった。最初の30分は無料でありまして、いかがでしたでしょうか。結局1時間、このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組です。もう近畿のおまけとは言わせない。次回もまたこのチャンネルでお会いいたしましょう。さようなら。